セーブルフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はギンダラにちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。ギンダラセーブルフィッシュは1943年6月5日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で、寄港する。1944年6月4日に、e、EW バーロー夫人によって、命名、浸水し、 1945年12月18日にフィラデルフィア海軍交渉で艦長リチャード・イチ・クレーン中佐の指揮下収益した。クレーンはバラオの初代艦長を務めた人物であった。コネチカット州ニューロンドンからパナマ運河地帯のバルボアへの成長巡航後、セーブルフィッシュは1946年5月までパナマ海域で訓練に従事した。 母校のニューロンドンに帰還後、同年の残りは、東海岸沖での対潜水艦船訓練、バミューダ沖での艦隊演習、グリーンランドへの3週間の巡航を行った。1946年に入ると、その任務の基本が確立された。続く数年の任務におけるハイライトは、1948年1月、及び9月に行われた、新型潜水艦回避部位の試験。 1948年2月14日に、ハバナで行われたメイン沈没50周年式典への参加。1951年前半に行われた、フリートシュノーケル回収、エドワード・アール・マローのテレビショー、シー・イット・ナウへの出演などであった。1952年7月15日、セーブルフィッシュは、ニューロンドの出港し、最初の、第6艦隊配備のため地中海に向かう。 他のアメリカ軍艦艇及びナト o カ名国の海軍艦艇と共に演習を行ってその夏を過ごし、10月にニューロンドンに帰還した。その後、セーブルフィッシュはもう6回地中海へ展開した。大西洋の母港へ帰還すると、セーブルフィッシュは訓練演習で、北はノバスコシアから南はカリブ海までの範囲を巡航した。 1959年6月、セーブルフィッシュは、セントローレンス海路の開通に再始海軍の代表として、記念式典に参加した。その後8月半ばまで、五大湖での作戦活動に従事し、1961年に、再びセントローレンス海路を通過して、五大湖に入った。1967年5月には、再び、大西洋を横断する。 今回の配備では、ジブラルタルを通過して、第6艦隊の任務に着く代わりに、イングランドの港を訪問し、フランス、ドイツ、デンマーク、スウェーデンといった国々の沿岸を訪問した。帰国に向けての公開途中に、アイスランドも訪問した。セーブルフィッシュは1968年の秋に、最後の地中海配備に着く。任務を終えると1969年2月1日に、 母校に帰還した。1969年6月30日、ニューロンドンでの作戦活動の間に、アグスマイナス303に艦首変更される。1969年11月1日に退役し、同日除籍された。セーブルフィッシュは、その後装備のほとんどを取り外され、1971年7月29日に、スクラップとして売却された。 ありがとうございます。